株式会社アジア堂は日本のアニメ制作会社。1978年、芝山勤む、小林治山田道志郎らが A プロダクションを開組して発足した新鋭動画から独立して有限会社アジア堂として創業した。設立当初は新鋭動画や東京ムービーの下請けを中心に活動。1984年、 カックンカフェより元受け制作を開始し、翌年株式会社に改装。1990年、小林を代表として、タップインターナショナル株式会社を設立。1998年、デジタルアニメーション部門を設立し、デジタル制作へ移行した。長年、チビマルコちゃんや、忍のぶたま太郎をはじめとしたファミリー向けの、テレビシリーズや、劇場用アニメを制作してきたが、 近年ではシニア大作品への進出も目立つ。中国のアニメスタジオ、無尺馬量動画有限講師と提携し、動画仕上げを委託している。1996年から1997年にかけて、同社所属の持月智光が、勇者指令、ダグオンの監督をサンライズから依頼されたのをきっかけとして、サンライズ制作によるファミリー向け作品である、ニャニガニャンダー。 ニャンダー仮面の制作を協力し、真面目に不真面目解決ぞろりから2007年を共同制作した。他に映像制作会社の全コがプロデュースしたテレビアニメ、絶対少年の制作に参加。この作品では原作者の一部として表記されている。埼玉県埼玉市にある本社のほか、東京都練馬区に神尺寺スタジオを持つ。2017年、社員が 社内労働環境改善を目指して、アジア道労働組合を設立。2010年5月13日、法人税法違反の罪で、アジア道関連会社、ダップインターナショナルと同社の小林治が在宅起訴された。起訴状では外注費を水増し計上など、虚偽の申告をして、法人税約4800万円を脱税したと、される。年月に、 埼玉地方裁判所にて、ダップ社に、罰金1500万、代表取締役、小林治に、懲役1年執行猶予3年の判決が下り、その後確定した。ダップ社は2010年8月31日の株主総会で会社生産を決定し、生産人に、小林治とアジア道代表取締役の岡村正宏が就任した。 2010年9月24日付漢方号外201号によると、同社は2010年8月31日付で解散。経営者、会社の事件、事故、DD 北斗の県に一号味として、同枠で放映。DD 北斗の県に一号味として、同枠で放映。ありがとうございます。